はい、石塚君のシンボル見たいんですけど、青が2本と白が3本、意味わかりません。で、まず1本の演技をして、1本消す。こうやって、あ、ちょっと待ってください。いいね、こういうところで失敗してくれたら石塚君だね。だからさっき言ったら、ちょっと違う。あ、そう、さっき言ったら違うね。ダメすぎてもいい。黄色もあるっていうことを見せてます。黄色だけ天陽だそうです。こんだけ付き合ってるのに、天陽のシンボル使ってること自体が。難しいな、こうやってやるの。これ天陽でも石塚シンボルです。あ、これちょっともうダメだ。これですか、これ4つ。はい、安藤君、口直しやって、一応。じゃあ、一応まあポケットに入ってて手でやるけど、じゃあまず、ここから2ってやって消えて、で、こうやってるでしょ、うん、で、もう一回握ってやって、指を鳴らして、そして消えたのが、もう一回指を鳴らしてやると出てくる、はい、まあ、よくお約束、お約束、ね、で、はい、消えて、して、出てくる、はい、じゃあそしたら、まあ、一応ポケットからゴソゴソやるという程度で、はい、出てきますと。で、これで色が変わってしたら、よいしょ、これで赤い変わって、でもう一回これポケットにまあ入れるという程度でまあ出てくる。で、今度は入れてやると、よいしょ、あ、落ちた。操作したい。ゴソゴソやる場所をちょっと変えます。もう一回いきますね、はい、白、これでやって変わって、よいしょ、これで変わって、そして変わって、そして変わって、そして、よいしょ、はい、はい、ありがとう。じゃあ俺取って、このまま、はい、じゃあこのまま取って、はいはいはい、このまま、はい、シンブル貸してね、はい、転用じゃないな、ウィザードにシンプル。いいことですね。これが大事なんだよ。はい、じゃあね、はい、4本のシンプルを使ってちょっとやります。この取る、メガネを。うん。中杯は置いて。で、これ解説やるからね。はい。まず重要なのは、シンプルをやるとき一番いけないのは、これをこうやって親指をこっち側に回して抜くの。うん。で、こう回すやつっておかしいでしょ、うん、おかしいんだよ、この親指が、うん、こうやってこう取るのは、うん、だから僕らがいつも推奨してるのは、うん、こっち側に回せと親指をね、うん、でここで抜けっていうのがよく言うんだよね、うん、だからこれを抜く時にもこうやったとしてもこれをこっち抜いていいんだよ、こうやってね、うん、それ抜いてもいいけどこうやって抜いた後こっち側に回せと、これ抜けと、うん、これ正しい、うん、ね、だから分かりやすいのはこれが正しいんです。これはまず一つ、うん、もう一個の消し方っていうのはこれやった時ここを引っかくように、うん、引っかくようにやって抜きなさい。この大事ね、これ引っ掛けようにして抜く、ラスト、これができるようになるとこの4本ができます。これは今回は軽く飛ばすけどね、例えばこれを、例えばこうやって抜きました、消えた、次白をやります、はい、いい、裏表ないことを確かめた上で通してあげるとこれで変わる。この大事ね、うん、もう一回ね、こうやってやってやるとこれで消えます。さあ次の色にいきますね、今度は赤がいいかな。もう一回消そうか。これね、もう一回消せよ。これで消すと。消して、こうやった。これ赤があっても、これができてれば、このまま消えるでしょ。ね。もう一回行くね。このまま来た。このままやればこう。これが移動の仕方。さあ、そしてもう一回これを今度こうやります。で、これを例えばこうやるじゃん。ね。この時、ここにあるんだよね。これね。これ入れてれば、これをもう一回やった時に、これが同じようにできて、最終的にこうやって、今1個起こったけどこうやれってやれば白だけ飛んだなっていうことで終わります。どうもありがとう。はい、はい、じゃあ切ります。